はい。えっ、ー、とですね。532回の、えー、総括です。えっ、ー、と、まずね、あのー、531回は、あのー、大阪抽選で、えー、このような、あ結果になったということだったんですけど、あのー、531回は大阪抽選で、で、東京抽選に戻りましたということで、えっ、ー、と、ですね、 私はですね、あの、YouTube の方には上げなかったんですけど、スレッズの方に3点ぐらい上げたのかな。だけど、ボーナス2つと1数字だったんですね。はい。08と16と26だったと思います。で、このような感じで、で結構勝負したんで、まあ、ここをちょっと伏せさせてもらってますけど、スレッズの方には多分解明上がってると思いますけど、 えっと、まずね、この28に関しては、えー、っとですね、これ前回、えー、大阪抽選511回だったんですけど、その時にも出てたんですね。で、あのー、その次の東京抽選戻っても512回でも28が出てたんですよ。で、そのパターンと同じですね。大阪抽選で28出て、 東京抽選戻っても28でっていう形ですね。で、私はね、一つね、あの、この大阪抽選を機に、あの、6系が出てくるんではないかっていうことを思ってたんですよ。で、ですね、あの、大阪抽選の時に06が出たんですけど、この06って、あの、 東京抽選で517回で、まあで、で、出て最後だったんですよ。それが大阪抽選で06出てきたんで、あ、これ、6系来るんじゃないかっていうふうに思ってですね、16をね、入れたんですね。で、16って520回を最後に、520回はボーナスだったんだけど、520回は最後に出てないんですよ。で、すげえ調子悪かったんですけど、 あのー、これ来るなっていうのは呼んだんですよ。で、その通り来たんで、だけどボーナスだったっていう形。はい。だから、6K が大阪抽選を機に、16とか06とか、まあ、26に関しては、あのー、出てたんで、それまでは。で、08と26ってセットで出やすいっていうのもあって、あのー、そういうの知ってたんで、あのー、これらを、えー、組んだ。 えー、解明っていうのをやってたんですね。はい。です、でしたけど <laughs>。で、あとは、あのー、えー、ちょっとね、あの、この、他の数字、来やすい数字を、えー、比較的選んだはずなんですけど、えっ、ー、と、今回、この回と似たような回をちょっと探してみたんですけど、あのー、4数字とか、 は結構あるんですけど、5数字っていうのがなかったんで、結構難しい回だったんですよ、これ、これ。はい。だけど、えー、1等、えー、3口出てしまって、キャリーオーバーなくなっちゃいました。3億、1口3億なん、いくらですけど、はい。という形で、で、だから僕は、今回これ、自信はそこそこあったんです。引っ掛けられるだろうと。そしたらまさかの、2つともボーナス。で、 本数字が1個しかなかった。で、他の数字まあ、3系の、3系とか入れてたんですけどね。13でしたね。はい。ちょっとそこら辺が難しかったですね。0 9と18と36っていうのはちょっと、0 9はなんとなくね、うーん、なかなか選べなかったですけどね。あの、東京抽選、大阪抽選前に、東京抽選で2回前に、0 9っていうのが529回で出てたんで、 出やすいんですよね。うん。比較的出やすいんですけど、89っていう、一桁を8で置いてたんで、ある程度。まあ、他の、あのー、本命はぶっちゃけ言うと05だったんですけど、こ、来なかったです。<laughs> 04来ちゃいましたけど。はい。ということで、えー、で、次回、ちょっとやるかどうかっていうのをね、あのー、ここ勝負しちゃったんで、あのー、 考え中です。はい。まあでもここはね、やるしかなかったんですよ。あのー、キャリーオーバーなくなるのはもう目に見えてたんで、まあその通り出ちゃったんで、ここはもう無理してでもいい。狙いに行かなきゃいけなかったんで、個人的には。えー、という形です。はい。えー、今回は以上です。